何でもない普通のやつじゃないですかね。うん、あんまり結構芸能人っぽくないと話した人には言われるんですけど、話さない人にはあいついつも怒ってんじゃないかとか、結構愛想が悪いとか結構言われるんですけど、楽しいですよ。スマップの活動はスマップ6人集まると怖いもんなしですからね。6人集まると台本いらないっていう感じですね。ああ、女の子鑑賞ですか。してますよ。お前どっちとか変わんないっすよ他の。うん、もうそこら辺の二十歳そこそこの男の子が喋ることなすこと僕ですから、なんかスパッとしてる人がいいですね。性格、女性は選ぶものじゃないと思うんですけど、やっぱり目が行くのはやっぱり顔であったりスタイルであったりと思うんで、まずはだから今の質問に単刀直入かつ短文で答えると顔っていうことになってしまいますね。仲の良い芸能人のタレント、スクールメイツの、あ、今カットにしといてください。ごめんなさい。まあ、武田真治君、石田一生君、あとはやっぱり雅人君とか、まあ他の女性のね、今回若者の全ての共演者であったりとか、アスナの拍手の共演者であったりとか、もう大先輩になると思うんですけど、そういう伊藤重里さんとか、永瀬君とか小泉さんとか、なんかすごくよくしてくれてるっていうか、僕もすごく尊敬できるし、うん、すごい吸収するものをたくさん持ってる人たちだから、すごい刺激になって楽しいです。あ、キムタクって言われてるんですか。はあ、キムタク、それはびっくりだ。いや、でもなんか馴染みやすくていいですね。うん、まあいいかもしれないね、キムタクって。どうもキムタクです。結構かけられますね。あ、だから木村君ですか、当たり前のことを聞くから、はいって言って、変な声のかけられ方もありますけどね。キャツくんだめっていう場合もあるんですけど、映画館、古着屋、渋谷、原宿、普通にトコ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 歩いてるんで、あ、どこどこにいいのあったよっていうのがあったら、なんか見かけたら教えてください。いなり寿司、お稲荷さん、スパゲティミートソース、この2つは凝ってますね。すいません、静かに していただけますか。すいません、どっかのお坊さんだと思うんですけど、すいません、遠い友達なんですけど、すいませんでした。スカートめくりは上手かったですよ、うん、めくるっていうのはもう流行ってないんで、あの、このホコリ取るやつがあるんですよ、こうやってジャケットとかの制服の、その鏡がついてるやつがあるんです。それ上履きのここにこうパコってはめて、それで女子のところにこう伸ばしていくんですね。それは結構あの有効ね、でした。初恋ですか、中学校1年生の時ですね、うん、で告白したんですけど、好きな先輩がいるらしくて、だから初めての告白で初めての失恋、一石二鳥ですね。ありがとうございました。結構マジなんですけど、人に生まれたからには年を取って老いていくじゃないですか。ってことは退化はしていくんですよ。でも僕はいつも進化を遂げたいという、一応抱負をこれからずっとちょっと持っていきたいなと思ってるんで、今の女の子っていうか女子高生みたいな方が全然大人っぽいんで、今綺麗ですよね、女子高生が。だから僕なんかを見てて結構びっくりするんですけど、もっともっと綺麗になってほしいですね。うん、負けないぐらい僕もちょっと頑張りたいと思うんですけど、女子高生の女の子にはもっともっと綺麗になって、うん、かっこいい女の子になってほしいです。